どうも横須賀生活です。どうも、スカカジをやっておりましたら、服の数が増えてしまって、収納が足りなくなってしまいましたので、今日は山岡夫婦お気に入りの、家具屋さんに行ってちょっと新しい収納を探してみたいと思います。さあ到着しました。ダルトン、ダルトン、ここはいわゆる インダストリアル系の、家具とか、雑貨を扱うお店で、ガレージハウスやるには必須のお店。そうだね、アメリカっぽい雰囲気のがいっぱいあるんだよね。でそれこそ家作りを最初やってた時はかなりダルトン押してたんですけど、まあ、出来上がってみたら全然長さですけどちょっとしかなかったなんか結局いろいろ変わりすぎて。そうだね。ただまあ今回はちょっと、もうある程度目星もつけてますので、はい、ちょっとこちらの方で買い物したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。昔こんなん賞も出た。はい、これがチェックしてた商品ですね。こちらですね。これにいろいろ三段になってるんで、ちょっと T シャツとかズボンとかやったらちょっとお店っぽくなるんじゃないかと。グッズの方がちょっとかっこよく見えるな。悩む悩むもう一個気になってるのがこれ。めっちゃかっこいいよね、これがいいよ。インダストリアル感あっていいな。家の雰囲気にも合いそうなんだよな。そう悩むわ。家のばっかりはい、決めました。こっちにします。こちらにしています。結局ね、容量がでかいっていうのがね、ポイント。より作るのが大変そうな方を買います。素材重そうだよね頑張るぞ先ほども緑のラック、在庫なくピンピンしかなかったので組み立てが不必要になりました。はい、その、まあ完成したやつを持って帰って服を並べたいと思います。買いました。ドーン、ゴリゴリ突っ込んだね。まあ、ぴったりです、ね。はい、じゃあ持って帰りましょう、はい、今これからは高速道路をこいつが走るわけだな頑張れよ。頑張らなきゃはい、ダルトンの近くにあります町田のグランベリーパークにやってまいりました。やってきました。ここにちょっと、お気に入りの、食事というか、食べるところがあるんでちょっとそこに寄って、はい、帰りたいと思います。はーい、はい、はい、レッツゴーサファリやります。入れるの？肉食獣がおるとこがええな。いや、一番やな。うわ、英語の名前が来てるらしい。おもんねー。おお、マジか、なにこれ花火打ち上がった。サファリゾーンで前の車を抜かないようにしましょうね。何で前の車を避けなあかんの何この仕様エレファンツ ビューチェンジできる。わあ、ビューチェンジや。
くゾウさん木を倒しているわ。マジかよ、力持ちだね。なんでそんなことするの。最後ちょっと危なかったよ。右右右、もっともっともっと回す。すごいな、違うコースめっちゃ枝分かれするからめっちゃ金かかるな。取られるな。わお、はい、チャンピオンがございましたので、こちらで買い物をいたしまして、はい、これの色違いを買いました。これ履きやすいね、これの黒を買いました。黒でーす、そういう目線で見てみてください。これの黒を買ったんだなと思ってみてください。すごくいいやつですね。それともう一つ私用のキャップも買っちゃった、こんなやつ。これは見せれる。はい、どうも、いい色でしょ。これも被っていきます。はい、はい、グレープフルーツムーンさんで申し替えました。うぃ、カモくん。5000円ですからね。カモ見ると買っちゃうんだよ。チャンピオンの帽子より高いよね。高い。まあでもカモなんで、ダフィーからもうカモ好きになっちゃってるもんね。なんかリアルなカモの方が好きよな。もはや、今や、まあいい感じでしょ。うん、かわいい、似合ってる。カモです。はい、あと松丸が欲しい。この辺にあるやつ逆に狙いにくそうじゃない。じゃあ行きますよ。はい、違うやつやけど。で、ダーン！やったー！ゲットゲット。嬉しい。そっくりやな。どっちがどっち？好きにゃん。好きにゃん。よっしゃ。やったー！一発で取れたー。一応あとシナモンロールもゲット。イエー。あげてない。こいつはじゃあ視聴者プレゼントにします。嘘です。ここに宛先はご応募ください。はい、山岡夫婦お気に入りのお店はこちら。はい、パンダエキスプレス。これがいわゆるアメリカンチャイニーズといいますか、こういうね箱に入った中華料理を買えるお店。あれです、あのラッシュアワーで出てきたやつ。ラッシュアワーでラクダのコブとウナギ食ってたやつです。それをね、まあ、てか引っ込みたいから、その箱はテイクアウトじゃないともらえないのでテイクアウトしてきます。もともとねお台場にあったんだけど、そちらは潰れました。だったね、はい、ちなみに横須賀は米軍基地内にあるらしい。あ、そうかそうか、さすが横須賀だ ね、行けないけど、行けないけど。いや行きましょう。こんな感じのお店です。はーい、行きました。これね、この形いいですよ、これこの形、ね、楽しみだね。オッケー、帰りましょう。いよいよ帰ります。なおうまい。よいしょ。はい、こちらスカカジを置くための棚買ってきました。なかなかいい色でしょう。
せれそうですね。まだ泣いてるね。うん。とりあえず T シャツはこんな感じです。今古着屋さんみたいでかっこいい店開けそうだね。今日3つ目だな。上がまあ白系、うん、真ん中が柄物、うん、でスターズボンという感じに今分けてます。はい、まあまあね、もうちょっといろいろカスタマイズはできそうかなと思うんで、これからもいろいろ楽しみながらやっていきたいと思います。はい、イエイ。